皆さんこんにちは、まさやんです。前回平安時代の結婚制度についてお話ししましたが、今回は男女の出会いから結婚が成立するまでの流れについてお話ししてみたいと思います。要所要所に古文読解のためには知っておいた方がいい用語が出てきますんで、合わせてこれも覚えちゃってください。それでは見ていきましょう。まず男女の出会いについてなんですが、当時の女性は成人した男性の前に姿を晒すというようなことはありませんでした。でも男性としては何とかして女性の姿を見たいって思いますよね。そこで男性は覗き見をして女性の姿を見ようとします。これを垣間見と言います。当然垣間見が女性にバレると姿を隠されてしまうため、女性にバレないよう男性はこっそりと行います。そこでいいなと思ったらアプローチです。当時のアプローチの方法は文、手紙ですね、を送ることで思いを伝えます。受け取った女性は男性の姿を見たことがないため、めちゃくちゃタイプだとかイケメンなどの容姿から判断することはできません。ではどうやって男性を評価するのかというと、送られてきた手紙の文字のうまさや手紙に添えられた和歌の出来具合によって返事をするかどうかを決めるんです。返事を受け取った男性は女性の家に通い始めます。まあこれは前回お話しした通りですね。男性は一夜を共にした翌朝、家に帰ったらすぐに女性のもとに手紙を送ります。この手紙を絹絹の文と呼び、愛情たっぷりの内容が書いてあるんですね。その後3日間続けて女のもとに通い、結婚が成立すると3日目の夜に餅を食べる儀式、三日夜の餅というものがあり、翌朝は男性が女性の親族に対面する心現しを経て結婚が正式に成立します。さあいかがだったでしょうか。今回は男女の出会いから結婚の成立までをお話ししてみました。前回の平安時代の結婚について解説した動画と合わせて見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。